今はすごい休める日は休んで、もう自分のために使おうって思う日は使ってっていうのがすごい分けられるようになりました。そのまんまで AKB っていうグループの中にいさせてもらったので、そのままだから大きくは何も変わってはいないんですけど、生活の仕方とか感覚とか。 AKB にいた時もこの人っていう明確なライバルというよりかは、私も頑張ろうっていう気持ちでいたんですけど、今もだからそういう面では変わらないのかなと。とりあえず今いる環境で頑張りたい、どこまでも頑張ることだけは譲らないでやっていこうとか、そういうふうに思ってます。アイドルっていうだけででも輝けたのは確かなのかもしれないですね。 AKB にいる間はでも自分を持ってよっていうのは本当に思いました。自分はやっぱ自分しかいないから、どこまで自分一人のその個性を貫けるかだなっていうのはすごく思ってました。私30代で輝いてる人になりたいです。だからそれまでは自分を探し続けててもいいのかなと思うので、30代を目指して、でもちゃんと階段は登っていきたいなと思ってるんで、登ってる途中だと思います。なるほど。